はい、というわけで2日目が始まります。2日目はですね、かなりその前日がすごくタイトなスケジュールで疲れてたので、どんなことができるかなと考えてたんですけども、朝にですね、お友達、フィリピン人のお友達とちょっとテレビ電話をしてですね、今日どこに行くのみたいな感じで、まだ決まってないんですよねみたいな感じで、そしたらイントラムロスに電車で行ったらいいよということで、電車に乗ってイントラムロスへ向かうことにしました。お昼ご飯でですね、チョーキンのシューマイを食べました。めっちゃうまいですね。日本人の口に合ってます。電車すごく綺麗で快適でした。観光スポットって感じですね。This one's a battle between the ocean. This one is ocean or former ocean. Oh, yeah. The Chinese pirates attack the residence. Yeah, this one's Chinese. へえ。すごい。オリジナル。すごいな。こういうふうにこの情報をね、いっぱい教えてもらえるっていうのがいいところですね。このお話を聞けなかったら素通りしてるようなところもいっぱいあったと思うんで、本当にこういう観光案内頼んでよかったなと思ってます。めっちゃ見ましたね、ラトラトっていうやつ。アメリカンクラッカーですか？学生が多かったですね。近くに大学があるみたいですね。いろんな。Made by Japanese. Eh? All the Filipinos in and live boats and. Where? Fire! I'm sorry. Ah. 日本にはあまりこういう大砲だったりとかそういう軍事的なものっていうのがなかったりするんですよね。なんでかなり新鮮というか衝撃というか、戦争を身近に感じられることっていうのがあまり日本ではないですからね。Chinese attack the Spanish because of the spices. The spices, in the Spanish, the spices are like onions. 1 kilo onions, 1 kilo onions, equals 1 kilo of gold. Yeah, it's very hard. It's very expensive. This one's made by Japanese. It's called bonsai. ところどころに日本を感じられる場所があって、フィリピンには日本の文化もちょこっと入り込んでいたんだなっていうのが分かります。ジャパニーズガーデン、竹でできた工芸品ですか。竹でできたものっていうのが結構多くてですね、お土産には竹のものがいいんじゃないかなと思ってましたね。誰かの結婚式やってましたね。はい、中国系の企業がすごく多いんだなという。
almost also Spanish. This one is a national racehorse, the national hero. It's called Dr. José Rizal. José Rizal. Doctor, yeah. From eyes and teeth. Yeah. And it's a nobilis. We go, we write about stories and Nobels. Much talent. Yeah, yeah. Come on, come on. Let's take it to the museum. This one? Oh, this one. Yeah. Hey. Take a video, yeah. Yes, and... Yeah. 立て直し中でよくわからないですね。かなりヒストリカルですよね。This one, this one is first ever the church. No metals. It's all rock. すごい。All stone.No metals. Yeah. Very beautiful. Yeah. 日本で一番近い西洋なんじゃないかなと思いますね。やっぱりスペインが入ってきたっていう文化があるんで。かなりアジアの中でも。いい場所ですよね。観光にいい場所だと思います。Children and women. はい。日本がこの侵略したっていう歴史っていうのも、あまり日本人にとっては知らない内容。Japanese made money. 大日本帝国政府。What's that?大日本帝国政府、ジャパニーズガバメント。ああ、OK。ああ、Learning。あなたは日本語を話しますか。おはよう、こんにちは。ジャパニーズエデュケーション。ジャパニーズエデュケーション。そうですね。カプセル、this one。カプセル。Yeah, it's capsule. Opening. 2045. 2045 opening inside. ああ。Nice, hi, Lyle.やっぱりこういう歴史を学んでフィリピン人と付き合うことが大事なんじゃないかなと思います。やっぱり仲良くしていく上で歴史を知ることってやっぱり大事ですよね。ホセリサールパークですね。まあ、ゆっくりした場所でしたね。ラプラプを見つけましたね。ラプラプはあのセブのところで、見たことがあります。マゼランを倒した人ですね。アイスにねあのトイレットペーパー巻いてあってあのトイレットペーパーが張り付いて食べにくかったです。何の塔なのかは分かりません。マニラ湾ですね。まあさすがにここで泳ごうとは思わないですよね。これはマカティですね。帰ってきましたね。はい、というわけで、2日目が終わりまして、この日はイントラムロスの観光がメインだったんですけれども、まあその中でも日本とフィリピンの歴史っていうものがよく分かった日で、なのでまあそういう歴史をもっとねしっかり勉強した上でこれからもっと仲良くできるように、この日はね夜すごく疲れてたんで、
まあ、昨日からの疲れもあったのでもう早く寝ましたね。あの晩ご飯もいらないぐらい疲れてました。まあ次はね最終日になるんですけれども、ここまで見ていただいてありがとうございます。まあ次の最終日も楽しみにしてください。